ちゃ、こんにちは。さあ、豊さんが楽しみにしていたキャンプの一つといえば、まあ岡田監督だよな。そうです。あのどんなキャンプをするんだろうと、きっと面白いし、やっぱり守備をすごく徹底するんじゃないかっていうふうに。いや、守備練習は丁寧にやってんな。まあ、見た感想はまず、見た感想はしてるし、外野からの送球、目につくのはカット前に最初投げろって。で、無駄な塁を、ね、カット前に投げない分だけ高投するとバッターランナーが次の塁を狙えるという、だからそれをさせないために低い球で投げろっていうね、まあ、そういうことも徹底されてるし、すごくいいよな。守備練習はね。守備練習は、でバッティング練習もある程度のその課題、このケージではこう、このケージではこうみたいなのも少し与えながら、言いながらやってんのかなっていうような感じはするけどね。そんな中でも選手たちも、まあ、岡田新監督が来てちょっとピリッとしたりとか、いや、やっぱり見てる感じは雰囲気は全く違うよ、去年までとは。それは矢野監督と岡田監督が持ってる雰囲気は全く違う。去年はすごく明るく、わー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 こうやりながらやってたけど、今年のキャンプっていうのは一つのことに対して考えを持ちながらやってる感じがするよね。まあ、確かに昨年も明るいながらそれは伝えてたと思うんだけども、明るさとかいうよりも戦うためにどう考えるか、上手くなるためにどう考えるのかっていうのは明るさじゃない、やっぱ物を思考してるっていうような顔つきでキャンプは行われてると思う。そうですね。まあ去年もあったとは思うけどね。はい、それ全然違う。全然違う、あと新外国人の例えばミエセス選手だったり、ノイジー選手なんかもバッティング、フリーバッティングなんかも始めましたけれども、まあ大丈夫じゃない。広角に打てるような感じもするしね、ガンガンホームラン打つっていうタイプでもないだろうし、まあ広角に打って、まあ、勝負強さだからね、求められてるのは阪神で言えば。そうですね。なかなかホームランにもなりにくいしね、甲子園だと、で反対方向は特にね、それを考えるとやっぱサンズみたいに勝負強いバッティングができる外国人だといいなと思うけどね。そうですよね。そんな中、なんと岡田監督、雷落とすと、ダラーっては言わないと思うよ。アンダラーって言うかもな。そんな感じなんですか。いや、そこまではないな、おお、ちょっと頭が回る、何やってんの、まあ、みたいな。監督何、まあ監督が何やってるんですかって、雷落としたという、鉄のカーテンというかさ、はい、非公開でね、やった室内の練習場で、まあ、雷が落ちたという、まあ、記事もあったりとかもしたけども、まあしょうがないよね、まあ、始まって10日も経ってなくて、まあ、これを動画を撮ってる時はね、そうですね、まあ、サインプレーだとか、まあ、そういうことを徹底してやるわけだけども、まあ、カーテン引くっていうことはね、まあ、その中でミス連発という、これはもう仕方ないよな、でも、まあ、例えば新しくやるポジションの人間が、やっぱ小畑だってセカンドやってたし、それがショートに入ってる、まあ、ショートの中野がセカンドに入ってる、大山サードやってたのがファーストになった、まあ、佐藤はちょこちょこサードはやってたけど、まあ、サインを徹底させる、まあ、岡田監督だったらやっぱ細かいサインもあるはずなんだよ、で何種類かこうある中でやっぱミスが出る、やっぱ新しいポジションで動き方だとかいろんなことを気にしてるとやっぱ見落としがあったりだとか、まあ、いろんなミスが起きたりだとか、まあ、それは仕方ないよね。そこら辺その守備の意識っていうのはやっぱ持たせるっていうのは、矢野監督が時代守備がやっぱりこうチームの足を引っ張ってた、優勝できなかったの原因っていうのはやっぱ守備にあるからね、だから雷も落とすし、そこら辺はやっぱこう意識を高く持ってやってくれということだと思う。そういうことがないとやっぱチームっていうのは勝てないし、で広島がやっぱりいい選手がいる、あこれいいって言いながら優勝できなかった、でも菊池が入ってきた、田中と二遊間を組み出した、守備が固まって初めて3連覇っていうのができたしさ、やっぱ守備っていうのは長丁場を戦う上ですごく大切なことなんだよね、だから雷も落とすよ。そら例えばその非公開である守備のサインミスっていうのは、例えば具体的にどういうことだからタイミングであったりだとか、やっぱサインを出しているのにそういう動きができなかったりだとか、で何を考えてるんだみたいな感じの動きがあったんだと思うよ。それはね、こう取るミスだとかそういうんじゃなくて、サインがどこに出てどういうタイミングで入らなきゃいけないとか、そういうことをやっぱミーティングでもやってると思うんだよね。言ってることが表現できないっていうのはプロとして
だから寂しい結果なんだよ。そうですよね、うん、まあ新しいポジションになったという人間が多いから、まあ、そこら辺のタイミングだとか合わなかったのかと思うけども、それでもさ寝る前に復習してるとか、はい、まあ、例えばサイン、うん、こう守りのサインとかこうやって箇所があるよ、はい、ね、そこを覚えきれてなかったやつがいたりだとかさ、はい、そういうことをするとお前たちは何をやってんだっていうことにはなるよね、うん、あサインっていうのは毎年毎年変えるものなんですか？変える変える。あ、だって出て行って辞める人間もいればトレードもあるから、はい、それは一緒だと、うん、バレバレだよね。確かにそうですよね。 あ毎年やっぱり変えてるんですね。変えるよ、まあ、同じセリーグ同士でトレードがあっただけで変えるから。あ、攻撃のサインまで変えるから。でもそれは慣れてるとそんな大変な作業ではないんだよ。大変な作業ではないけども、だ明日練習する、カーテンを引いてやるぞって、はい、非公開でやるからって、うん、守備コーチがサインの箇所こうなとか、うんうん、でキャッチャーで言えばバント守備のサインがこうですよと、これが1ですよって、これが2ですよみたいな、でこういう動きをしてください、徹底してるはずなんだよ、はい、で徹底してるんだろうけども、いざ現場に行ったらできないとか、うん、ミスが出るとか、何をしてたんだって。いやお前今1のサインでお前なんで3の動きをしてるんだみたいな、はい、そんな感じだったと思う。それ試合だって試合にならなくなっちゃいますもんね、ミスで。練習でできないものは試合で絶対できないし、うん、やっぱ昨日言ったことが今日できないって言ったらそれは寂しい結果で、そういう意識しかなかったのかっていうことだ今までは。そうですね、うん、伝えてるからね、前日にみんなメモを取りながらここだとこう、それをしっかり覚えて、はい、次の練習には来なきゃいけない、はい、多分それができてなかったんだと思う。それって他の11球団もやってることは同じことやってるんですね。やってるやってるやってる、だけどミスが違う、だから絶対あのカーテンは引くよ。あー、分からないように。そうですよね、うん、だから岡田監督が最後にカーテン引くまでもなかったっていうのは動きがもうバラバラだったんだね。だ相当、これは何だみたいな、他の人が見てもえこれは何だって、これは騙しかみたいな、もうそんな動きがあったんじゃない、たくさん。相当だったんでしょうね。相当だったんで、あれに向かってね走っていくスタートなのに、そうあれが、ね、あれがもうバラバラじゃさ、何をやってんだって話になるでしょ、うん、でもこのサインミスに関しては例えばもう一回徹底して、いや何回もやる、できるまでやるよ。 DeNA の時にサインが多すぎてさ、消化不良になっちゃって選手がもう減らせ言って逆にね、分かんない、まあ、5つを2つにしろみたいな、そんなに出ないからみたいないやそのぐらいやっぱ能力差であるんだよ。やっぱり大体平均的に言うとサインって何種類あるんですか？いやそれはね、ノーアウトランナー1塁、バント守備、うんうん、これだけで5つあるよ。もう5つ、うん、だ単独セカンドで5つ、はい、1、2塁で5つとか、まああるんだよ、はい、あるけど使えるのっていうのは1個か2個なんだよ本当に、うん、でもコーチって作りたがるんだよ。 なんかパニクっちゃってピッチャーなんか、いやそうですよ、右投げなのに左足上げて投げようとしちゃったりとか、まあ、そんなやつはいないけど、まあ、いないけどそのぐらいパニクっちゃってるから焦っちゃうんですね。どうさサインどうかなりますかみたいな、どうなってんだって言ってたらもう各場所に5つぐらい覚えらんないですよ、もう2つにしようって言って守備コーチですよね、まあ、そこまでのレベルにまだ達してないからって。ああそうかそうかそうか、阪神の岡田監督はあのカーテン引くまでもなかったっていう寂しいコメントはなんか俺の中ではすごい想像がつくよ。もう溢れかっちゃった、パニックになっちゃった、パニックになっちゃった、もうバタバタ英語喋るやつもいないフランス語喋るみたいな、もうお前ら何どういう会話してんだみたいな、もう本人たちもよく分かんないみたいな、分かんないみたいななっちゃったんでしょうね。ああでもそういう練習見てると楽しいけどね、なんか俺なんかはね、くすっとなっちゃいますよね、笑っちゃう、現場知ってるからだから雷にも ならんかったと苦笑いで、うん、ちょっと味わけみたいな、どうしたのみたいな、お前バカにしてると怒られる、してない、してないし、ね、あれに向かって一丸となってね行くスタートなので、まあでもねこれは絶対合うようになるから、で今失敗しとけば、いやいや普通失敗しないんだってプロだったらだからプロのレベルになってないからあのその練習はね、うん、なってないから完全に行くまでもなかったって寂しいコメントになるなっちゃったんでしょうね、うん、これはもう覚えるしかないんですよ ね。あそうそう、まあ必ずできるようにはなるんで、最初だったから戸惑っただけでさ、そうですよね、うん、これで気合入って、うん、次カーテン引いた時に、うん、今度カーテン引く意味がありましたそうですね、その言葉をね、うん、待ってます指揮官から、はい。